倒産するわけだから全部もうクローズするという話で、ね、言いたい人への文句をして自分にお金が入らなければ彼の場合はそうです、ね、やる意味ないと思うんですか。に責任がまだあるとは思ってます、はい、新規プロジェクトを食い物にした人たちがこんなことある、もうめちゃくちゃじゃない、もうそう言っていいんですか、止まらなくなってる、余計なこと言って止まんないもん今日。知らなかった、知らなかったの。はい、始まりました、もう一つチャンネルですけども、はい、そう先生、はい、なんかね、前にね、ただ呼びについて喋ったら喋、はい、りすぎ、なんとメンバーシップしか見れない状況になった。いや、僕としてはストレス、もうせっかくね、話した話をね、もう出してほしいんだけど、なんで出さない。いやいや、めちゃめちゃ荒れちゃった、何が問題なの、めちゃめちゃ荒れちゃったし、あれはダメですみたいなのがいっぱい来て大変でしたよ。いやいや、もっと言えとか、もっとやれとか、知ってますよ、それは他人事ですから、それか、まあ、書いてる人は ね、確かに書いてる人は他人事ですけど、うん、大人の事情でアウトみたいなこといっぱい言っちゃって、いや確かにね、これいろいろあるんですよ、守秘義務というかね、破産しその後の会社の処分の問題で、まあ、だから大変ですよ、うち今ね DHC 出版がね、あ DHC 出版どうしたんですか、いやなくなっちゃうからって言って本全部絶版だとか、もうそれ書いた人たち全員、そうそう、それね動画にしたら DHC がブチ切れみたいになっちゃってる。うわ、僕またサプリメントの話かと思って、そっちじゃないんですよ、 DHA かあれ、あ DHC も作ってるからややこしいわ。そうだ、本当サプリメントあるからそっくりじゃない。そんな、なんか、ただよび、はい、言いたかったことあったと思うんですけど、今回は編集してちゃんと、あ、なるほど、大丈夫なようにしましょう。あ、なるほど。じゃあ、出てこいとか言ってもいいんですね。P 入ってます。ちゃんと P 入ってます。なんか、意地悪でも何でもなくて、本当に言うと問題があることもありますけど、いろいろこうね、やってくださるってことなんで、まあ、信頼して、任せてください。とりあえず今、破産手続き後の進行してまして、うん、現在の動画だとかそういったものを、どこが通うとするのか、はい、具体的にその流れになってるわけです。で、もちろん、皆さんに森田先生がその言ってたように、なるべくその動画を活かして、うん、できればこう前向きに建設的にそれをまあ無料で供与できるような形でね、講師も含めてみんなにとってやっぱ納得できる形を模索したいってことを彼が言ってて、それ通りちゃんと責任を取って動いてるんですよ。8月末今ですけど、もう9月になってまだ先ですもんね。そうですね、時間かかりますよ、もちろん。今現在 YouTube 動画ただ呼びがまだこう視聴できるじゃないですか、はい、あれだって本当は元を正すと、もう YouTube も含めてプレミアムも含めて全部もうクローズして、でもなくなってるはずなんです、うん、本当はね、本当にそうなんですよ。前の社長の方が、はい、まあ、これ言っていいのかな、はい、もう全部閉じてくれと、見れないような形で、これも悪い意味でもなくて、おそらく責任としてもう倒産するわけだから全部もうクローズするという話で、多分それがいいと思ったんだと思いますけど、ただまあ無料で見てる YouTube 動画を消す必要ないですね。プレミアムその契約として月々の会費の問題もあるし、ちょっとここは難しいと思うんですよ。資産価値そのものと登録者数を維持したまま次に持っていった方が、もう持っていけるものならばね、現在存在している資産価値を減じないまま倒産手続きにとっても有利だし、八方丸く収まるじゃないですか。だから、まあ、内外いろいろ手を尽くして、消えないように実はしたんですね。はい、まあ、前の社長って言っても、あの社長です。潰れる時の社長ですけど、うん、で、YouTube チャンネルを高く売るっていうのを Google 検索して、Google 検索して、で、高く売る方法って言って、動画を消した方が高く売れるみたいな記事を見たらしいんです。それで、全部動画なくそうとしたっていいでしょう。だから、2代目の社長ですよね。が、なぜ、今まだ YouTube がこう回ってるというかね、のか、私には全くわからない。はい、っていうどうやら所感を持ってらっしゃって、はいはい、そのまま消えてったという、はい、まあ、だって自分にお金が入らなければ彼の場合はやる意味ないと思ってますからね。はい、そうなんですよ。周りが説得してなんとかあれ残ってるんですかね。そう、社長の采配ではないところの力学でそれをこうなんとかこう守ろうと死に物狂いで努力をした結果、あれが実は無料でまだ視聴できる状態になっていると、うん、いうことも含めていろいろと間内外ね努力を実はやり続けてるってことが、はい、まあ、言えなかったっていうのもあってね、はいはい、じゃあ、酔っ払ってた時の悪口をどうぞ。酔っ払ってた時の悪口って。ああ、あの時か。あれはですね。文句を言いたい人への文句をちょっと。そうなんですよ。いや、まあ、まずやっぱりね、もう僕、個人的な意見ですけど、やっぱりね、その会社の中のトップである方、はいはい、全く今、連絡の取れなくなってる人ですよね、はい、に責任がまだあるとは思ってます。はい。うん。これはその、人間性がどうこうってことじゃなくてね、雲隠れしちゃうっていうのは、まあ、最後の最後が一番大事じゃないですか、うん、人間別れ際が大事っていうじゃないですか、はいはい、
そこでやっぱ責任を取って、うまく分かれない人ですけどね。いやいやいや、いろんなところで。これ今なんか引っかかってくるのかなと思ったけど、あの僕の話を置いてですね。だからそこがやっぱりね、根っこにあるのかなと思ってますし、また同時にその新規プロジェクトを食い物にした人たちが、はい、ただやみの歴史の中に随所に出てくるじゃないですか。はい、で、まず最初やっぱりね、非常にこう名の売れてた、というね、っていうね。俺の編集頼みになってる。まあやっぱりここはね、まあ正直ひどいです。社員に対してもそうだし、その目の前の部署で自分のフォローに回る人とかをもう何人もクビにしたり、もう窓からお前飛び降りろって言って、まあ要はもう違法、スレスレとかじゃなくて、もう違法なんですよ。もうめちゃくちゃなのね。あれ狂ってもうそれこそ辞める詐欺じゃないけど、それだと俺辞めちまうよって言って、それでまあ価値を釣り上げるっていう手法彼は持ってるじゃない。でそれの誰がじゃあギリギリね、もうやり始めたプロジェクトでもう外にも出てるし、誰が抑えに回るのかっての地獄の役割ですけど、それね、あの全部彼だったんですよ。だからそのしかも彼もめちゃくちゃ言われてるからね。だからもうめった打ちにされながら、それでももういててくださいと、やめないでくださいってずっと言ってた人間に、お前やめちまえって言われてもめちゃくちゃにされたと。こんなことある？もうめちゃくちゃじゃない。だから当然ね、言いたいんですよ。僕も含めて言いたいんですよ。いろいろ言いたいことあるんだけど、組織の中に救った甘い汁を吸おうとして、でしかも講師が無料でやってるって言ってるけど、僕らちゃんと説明しててね、契約が後々ですよ、1年とか2年とか後に有料で、まあそんな高くはないですけどね、有料で契約を取れる講師と、無料だけど、ただいびの未来の可能性を考えてね、まあ将来的に収益化していったら、その収益の本当に何パーセントかかけらをね、印税方式ですよね、支払うと。そういう講師の2つに分かれる、ずっと先の契約はあったよ。ありました。でも、最初、本当に初期からやってた僕らみたいな人間は、経費で全部切られて無料だったという話をしてるんですよ。でも、そういう中で、一部の講師だけはもらってた、それがその人です。で、これはだから、授業料じゃないですよね。顧問料の形で。ちょっと考えられない金額ですよね。で、しかも内緒だったわけですかね。そう、だから僕、ここやっぱり。知らないままで言いました。はい。言うと、まあ問題になるっていうので、こっそり隠れてもらってたっていうのも、まあ後ろ暗いところがあるからでしょう。だからそれはもう当然だというんだったら、正規の報酬として、堂々と言えばいいじゃない。僕たちだって別にそれはそれでね、だからといってどうこう言う、そんなケチなこと考えもしないし、いいですよってなりますよ。でも言われた後も、あ、そうだったんだって。うん、でも、なんで隠したんだろうが一番、さっさそっちでした。戒厳令を敷いて、これダメだと言っちゃダメだと。でもそういうのってやっぱり時間かけると、徐々にこう漏れ伝わってくるじゃないですか。そうなるとやっぱりね、こうね、あんまりいい気しないですね。あ、そうだったの、なんかずるいねというね。で、まあ、ただまあ、もろもろあって、というその一人目のね、これとんでもないモンスターですけどまあ例えばまあ森田先生 YouTube やってるんでね、まあなんかそのただやみの YouTube とその森田先生の YouTube とやっぱりそのどっかで競合すると考えたのかもしれない。 YouTube ってそうじゃないでしょ。お互いに相乗効果で盛り上がるもんなのに、ここのねやっぱりね文化が分かんないから、だからなんかなんでそっちで動画上げるんだよとかね、こう本当にありえないイチャモンつけたでしょ。なんか時間も森田先生の YouTube のがちょっと何秒とか1分早く出て、あった。ただやみのが後に出てるけど、おかしいじゃねえかってね。そんなのない。同時に出てるって言ったね。時間タイマー合わせて出してるのに、Google が間違えんのかってことじゃない。で、しかも、まあもう極論ね、絶対それないんですよ。もう、ありえないんだけど、じゃあ1分早く出たら、何人視聴者取られるって言うんですかそれ。ありえないじゃない。でまあ、とにかくそんなことありえないんだけど、そこでイチャモンつけて、正直にあったと思う。僕もこれね、英語ってやっぱりね、受験勉強でやっぱりもう文系も理系も関係なくね、やっぱり視聴者の需要も高いですし、素晴らしい授業してたんだけど、再生数でやっぱり、ね、差がつくんですよね。でやっぱり毎回負けてちょっとね引っかかったんだと思います、はい、で徐々にやっぱり行き場のない不満を彼に対して蓄積させてて、最後やっぱ爆発して、でもその怒りを正当に語ることができないでしょ。だからイチャモン付けですよね。でもうむちゃくちゃになって、ここがもう切れていくと。でそんで今度は社長とぶつかって、自分を自ら切られていくじゃないですか、はいはい、で消えてって、じゃあまあ自動的に自浄作用というんじゃないけど、大事な人を失い、でとんでもないモンスターが亡くなり、で次にどうなったのかですけど、今度は、というね、恐ろしいその
ちょっとやめて、編集めんどくさい。いや、言っていいって言うから。言っていいけど、編集めんどくさい。もう止まらなくなってるから。余計なこと言って。止まんないもん、今日。そして、はいはいはい。で、まあ、その、そちら側がやってきて、これはそのなんかね、顧問として、自分がその、いろいろアドバイス可能ですという顔をしてやってくるんですよね。はい、でも、その時に、これが問題なんですけど、やっぱり、社長がね、参謀を置かないと、予備校業界でやっぱり自分が門外漢だし、なんかやっぱ不安が大きい方なんで、やっぱりこう力のある予備校で名を成した人をそばに置いて、こいつをまあ杖にしてね、歩いていこうと思うタイプの方なんで、これがね、やっぱりね、くせ者だとね、結局食われちゃうんですよ。で、その当時実は、だけじゃなくて、というね、知ってるけど、まあまあまあ、恐ろしい、もう、競合他社じゃない、考えてみたら。競合他社にアドバイス、指導を仰ぐっておかしいでしょ、考えてみたら。でも同じような仕事をしてる人が善意の仮面をかぶってね、私がアドバイスしてあげますよと、契約書だってこうやって作ったらうまく講師からチューチュー搾取できますよと、旨味を取れますよって言ったら、社長としてはお、それうまい手ですね、じゃあそれコピーさせて使わせてくださいってことになって、もうね、ボロボロになっていくの、その後で。ちなみにそのさんも同じように顧問料の形でずっとお金を吸い取ってね、実際動画も私は顧問の形でって言ってたところがどん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 やっぱ前に出てきて授業を取り始めるわけですよ。そう、先生はそれ気分悪くないんですかって内外いろいろ言われたんですけど、僕はね全然良くて、まあ、もちろん比べられて、うん、比べてくださいっていうかこれメンバーシップでノーカットでしょうかもうむしろね、本当にね、まあ森田先生も本当にそうだと思うけど、僕らの仕事っていうのは名のあるね、トップ走ってきた先生と並べられた時に、じゃあ比べてみろよと、俺たちがどういう研鑽の中でこのもう血のにじむ努力で分かりやすい授業を作ってきたのか、じゃあ実際に名前があるかどうか分かんないけどやってみろって言って勝負をしてきてこうやって生き残ってるじゃないですか、うん、だからもうね見てほしいって思いが正直あったんですよ、うんうんうん、ちょっとおこがましいかもしれないけど、はい、勝負したいというか、もっと言えばまあ十分できるというか、それでまあその十分できるじゃなくて倒すですからね、間違ってます、もうね、はい、そうですとにかくそうやって甘い汁を吸う人がそして何人か出てきたんですけど、はい、彼らもまあタダヤビを完全にダメにした、企業としてダメにした。で特にこう後に出てきた人はもうまずかったのは、自分が出版社を持ってるんでね、はい、そのタダヤビとうまく組んで本を出すね、きっかけを与えたり、宣伝ですよね、広告戦略として自分が力を尽くせますよと、お役に立てますよっていう形でこの後に来た方の人は言っちゃったんで、はい、社長もコロッと騙されちゃったんだね、うん、でも実際こう全く有名無実で何の仕事もしないまま、最終的には頼りにしてた社長を今度はこのその人が裏切る形で切り離し、ここが物分かりになって、これが最後になるわけですよ。で資本的に行き詰まっていた忠指がもうここでもう可能性すらなくして消えていくと、うん、まあもちろん他にもいろんなファクターあるんですけどね、 AI とかね、もうそう、これ言っていいんですかあ、もうそうなんですよ、まあ、踏み込んだ話はやめましょうか。 AI コーチングっていう構想に莫大な資本を投資してね、でこれがやっぱりねならなかったんですよね。そういう経営判断におけるミスも含めて、スピードと収益化みたいなものばかりを追いかけて、数字ばかりですよね、会社としての業績とかそういうのばかり追いかけた結果、講師も視聴者も生徒も教育の中身も含めて全部それをね後にしちゃったんです、価値観として。だから YouTube ね、スポンサーついて YouTube 動画ね、とんでもない数出して3000本とかね、あ、そうそうそう、もうそういうのあったりとか、あれ実は TikTok もだったんだね。あ、 TikTok も、そう TikTok もあれスポンサーってかお金もらってあれ出してた。知らなかった、知らなかったの、 TikTok 出てたのに。 TikTok 出ませんかって言われたけど、それ出てない。あ、出ました、ショート動画両方出てますよね。お金があるの、授受があるのは知らなかったんですよ。何も知らないわなんでそんなのをこう全部隠してうまくその利益として吸い込んでね、別に言ったところで僕ら出演料なんて求めないし、そんなケチなこと言わないよ。あの、もちろん言った方がね健全な契約なんでしょうけど、なんとかうまくいって会社がね、で教育系のそのまあ利益が視聴者に還元できて、もうちょっと長い目で僕らも報われるという、要はそれだけです。ゼロ円でやろうというよりも、少し事業が立ち行くまでガタガタであってもちょっと待ってみようという腹をくくってただけなんじゃん。言ってくれよ、それ。そうだったらしいですよ。僕もだから聞いて。あの、だから、生配信してたじゃないですか。その時、まあ、スタッフからいろいろ連絡来てて、元ただやめのスタッフで、なんで TikTok のこと言わないんですかって聞いてて、知らなかったってことですね。はい。話じゃなく聞いてた。いやだからそういうね、なんかね、せこいところも含めて、やっぱり少しずつ講師からの信頼もね、ゆっくりとまあ、なくなっていくわけですよ。だから、後から来た先生たちもそうですね、もう、
古い先生たちは契約上タデ呼びの中に僕なんかまだあるんだけど、もう動画を撮ってないし関わりそのものは疎遠になってるんですよ。そうすると先生が必要だから、動画をどんどんアップするためにはね、でちょっと僕は知らないけど、どんどんもうとにかくなんか採用しては撮らせると、ここの関係には溝があってね、もう誰かも知らないし、はい、そうなるとね、本当にわずかな出演料とか授業料で撮ってたんでしょうけど、うん、その先生方はまあもうね、何が行われてるのか分かんないってことですね。だから全部一緒くたになるのも僕正直言うとあんまりね良くないと思ってるんですよね、うん、その先生方と僕たちと最初の構想で作った時とは違うもうコンセプトに完全になってるじゃないですか、はい、そうですね、なんかそういうのも含めてねちょっと違うなって僕たちも思うんですよ。そうです。例えね、そのチャンネルをまあ買い取れたとしても、はい、その人たちと一人一人話していくとかも考えただけでも気が遠くなりますよ。無理です。はい、だからもう厄介なんですよ。まだまだ先は長いんです。そうですよね。いやもう、まあそう先生止まらないと思いますけど、はい、止まらない。この後だってもう会議間に合わなくなっちゃう。本当ですね。会議行ってこなきゃいけないので、では、はい、会議行きます。はい、ということでした。もう今後また。ハロー、ゼア。なんで終わりに間違えた。はい、ご視聴ありがとうございました。天気ぼこっち。どうやって編集しよう。もうマジで面倒しい。言えって言ったからだよ。ノーカットでしたよ。言えって言った。もうノーカットしようよ。もう。